おい、ベルベット。いい機会だから、武具屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ。故郷ではやってなかったから。なら、なおさらちょうどいい。やってこうぜ。あんたって、結構強引よね。おう、推しの弱い男はモテないからな。これが装備の強化だ。分かったか？一応。けど、なんか面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる？そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。推しの弱い男がモテないように戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。船の修理はなんとかなりそうね。それで問題が解決するわけじゃない。船をまともに操れなきゃまたナンパするだけだぞ。航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけでなんとかするしかないってことか。だが俺の操船の腕は前の通りだぞ。無理強いはしないわ。
一人だってやるだけよ。どっかにフリーの航海士はいないもんかな。なあ、ベルベット、お前が殺すとゴーマは人間に戻るのか？は？どういうこと？海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだら人間に戻っただろ。今まで俺が切ったゴーマは死んでもゴーマのままだったから、ちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのまま。けど私が殺したニコや村の人たちは。ゴーマの方に当たり外れがあるのかな。くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう。重要なのは食らったゴーマが私の力になること、それだけ。ダメだな、この船は。流骨がいっちまってる。新しい船を作った方が早いぜ。流骨？人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した？普通はありえないぞ。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？町で新しく船を手配させるか。それしかないか。その時間があればいいけど。偉大なる聖主、カノ主に願い立てまつる。カノ者の幸運と栄光を。我が名はそのための贄なり、礎なり。姉上。まあ、オスカー、突然どうしたのです？その傷は何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で
本部に召喚される途中に寄ったのです。こんな、かわいそうに。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。いえ、左手でこちらの力を喰らい、打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉上。わかりました。大丈夫、この程度の失策、何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです、あなたがくれたものですから。思った通りだ、姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。テレサ様、密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ、許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです。このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。清涼から告知があった。ゴーマを町に呼び込もうとした魔女の公開処刑を行うそうだ。へえ、そんな悪い奴がいるのね。町には近づかない方がいい。テレサ様がよく使われる手だ。悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。だから忠告した。テレサ様は一刀対魔士のトップクラスだ。悪いことは言わん。今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだよな。清涼に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うって、ヘラビーサの船をか。こっちは二人だぞ。まだ協力できる奴がいる。ダイルか。あいつは航海士だって言ってた。仲間にできれば一石二鳥よ。そうかもしれんが、マギルーはどうする。それは清涼次第ね。ダイルの洞窟に行くわよ。すまん、マギルー、成仏しろよ。
お前って徹底してるよな。何が？行動がだよ。ダイルを利用し商船組合を脅しマギルーを見捨てる。自覚してるだろ？別に見捨ててない。気にしてないだけよ。やっぱり徹底してるな。よくわからないやつだけど、マギルーはそう簡単には殺せないわよ。第一、あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはず。それはそうかもな。だからあいつも知らない手札が必要なのよ。例えば死んだはずのゴーマとかね。さて、歯をもうひと研ぎして仕上げておくか。ブレードの手入れはしてるのか？なんなら一緒に研いでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。おお、なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。俺が研ぐ必要はないが、手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、研いだ後はクローブ油を塗って羊毛で拭くようにな。それも教わったわ。弟を殺したあの男に。なんで戻ってきやがった？事情が変わった。あんたの襲撃に手を貸すわ。ずいぶん勝手言うじゃねえか。仕方ないでしょ、ゴーマなんだから。ちげえねえ、ゴーマになって初めて笑ったぜ。だがいいのか？自殺行為だぞ。そうならない作戦がある。今タイマシたちは人質を取って私を町に誘い込もうとしている。なら倉庫に通じる抜け道から攻め込めば。ダメよ、多分敵はそこで待ち伏せている。だから逆をついて正面から切り込む。そんなのが策か？正面はおとりよ。敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を確保。正面から切り抜けた隊と合流して船で脱出する。あんたには操船を頼みたい。一つ聞かせろ、誰が正面から攻める？もちろん私が。いいだろう、結構は明日。それまで一休みさせてもらえる？お好きなように。タールのベッドの寝心地は最高だぜ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ラフィー、うなされてたよ。怖い夢でも見た？すごく怖い夢だった。ねえ、話してよ。僕、行かなきゃいけないんだ。行くって？沈めの祠、アーサー兄さんが来いって。行っちゃダメ！ライフジェット！あいつ！アルトリウスは！大丈夫か？ひどくうなされてたぞ。平気、何でもないわ。付き合わなくても恨まないわよ、別に。そうはいかん。お前が死んだら恩が返せない。変わってるわね。そうかな。だが俺はこうなんだ。ベルベット、アルトリウスって誰だ？仇よ、弟の。準備は済んだ。ダイルは出口で待ってるはずだ。出発しましょう。
よく休めたか？おかげでね。あれの準備は？バッチリだ。名前まだ聞いてなかったな。ベルベットよ。生き延びたら一緒に出航しようぜ、ベルベット。死んだら墓に名を刻んでやる。口の悪いやつ。そりゃ元カレだ。じゃあ行くか。ヘラビーサを襲撃に。そういえば、あの羅針盤を持って逃げた少年、どこ行っちまったんだろうな。多分ヘラビーサでしょ。精霊は大魔神に刺激されてるんだから。となると襲撃の時に出くわすかもな。治療してもらった恩があるから切りたくないとでも言うの？いや、立ちはだかるなら切るだけだ。ただただ礼を言うのを忘れないようにしなきゃな。そうね。お前は心が痛まないのか？別に。精霊はあまり美味しくないって思っただけよ。おお、精霊はまずいのか。一つ賢くなった。お前たちは、そっちの目論見通り来てやったわよ。いや、振り切った。呪い、捕らえられない、捕らえられない、呪い、とどめ、アンビバレンス効果に、そ、やれやれ。避難させてる。やっぱり罠か。監獄島を脱したゴーマですか？だったら？オスカーを傷つけた罪、楽に死ねると思うな！と水聞かれ、かかってきなさい、タイマスども！義によって助け出す！その女の左手に注意なさい！そこだ！くらいつくせ！とどめ、アンビバレンス！効果点、フッ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 フ
呪い、とどめ、アンビバレンス、せっそこや、呪い、そこだ、食らい尽くす、とどめ、アンビバレンス、ひと水来たれ、それを焦がせ、せっそこや、そこや、そこだ、食らい尽くす、そこをどけ、とりゃー、消えるやつ、そこだ、食らい尽くす、とどめ、アンビバレンス、どうした、この程度か、ゴーマ二人くらい止めてみせろ、そこや、そこをどけ、水来たれ、せいそこや、身を凍らせ、せいそこや、そこだ、食らい尽くす、そこだ、そこだ、ディエンレイケス、そこや、ディエンレイケス、そこだ、食らい尽くす、呪い、とどめ、アンビバレンス、そこだ、食らい尽くす、せいそこよ、せいそこよ、ひと水来たれ、たっ、目を焦がせ、そこよ、せいそそこよ、呪い、せいそこよ、そこだ、食らい尽くす、さあ、次に斬られたいのはどいつだ、ほなれ、全体魔士を集結させよ、呪い、とどめ、アンビバレンス、こりゃー、せいそこや、呪い、そこだ、食らい尽くせるやつ、そこや、とどめ、アンビバレンス、せいそこよ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 、呪い、そこだ、食らい尽くせ、邪魔で、そこだ、食らい尽くせ、生命力ですが、すぐに後悔させてあげましょう。二号、自分でとどめをさせないのか、臆病者。挑発には乗りません。お前の左手は油断ならない。それに、汚らわしいゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ私も道具を使うわ。宴席に硫黄と油、それ爆発する。貴様、倉庫の宴席を。ろくろ、承知。こら、わしも連れて行け。何をしている、追いなさい。テレサ様、船が、港が。
全部燃えちまうよ。二刀対魔士は消火に当たれ。出航準備はできてるぜ。逃がさない。お前だけは。使徒風よ、なんと卑劣な手を。ゴーマに説教は通じないわよ。ならばその命で償え。効果だ。呪い。ここだ。前に尽くすな。来たれ。当たりますね。出よ。とどめ。ブレイクブースト。効果に。セイッチョコヤ。来たれ。セイッチョコヤ。横だ。前に尽くす。セイッチョコヤ。横だ。て命じます。やりなさい、二号。そやつ自爆する気じゃぞ。あなたがゴーマだったとは。涙目タイマシか。誰か。まずいぞ。一等二人相手は。命令よ、あいつらを吹き飛ばせ。さもないと
あんたを食らう。やつら何の恨みがあってこんなこと。終わりだヘラビーサー。もう己よくも。なんという傲慢だ。聖霊本部アルトリウス様に報告しなければ。なんとかうまくいったな。若干おまけがついたが。おまけ？あ、ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。うん、それが命令なら。いいのか、連れて行って。この子の術は役に立つ。ヤバくなったら捨てればいいわ。じゃの、精霊なんて道具みたいなもんじゃし。なあ、にが？